はい、どうも皆さんこんばんは、レプチンです。今日はデッドバイデイライトのキラー側ブライトを使ってプレイします。はいですね、今回はバージョン 7.5.0 のパブリックテストビルドで調整が入ったブライトの新ウルトラレアアドオンを使ってみたいと思います。はい、待て。はい、よいしょ。で、その新ウルトラレアアドオンってのは玉虫色のブライト用ラベルってやつなんだけど、まあこれ自体は昔からあるんだけど、まあ今回で効果が変わったって感じですね。はい、でどんな効果になったかっていうと、これ新しい効果が、よいしょ、はい、あのトークンを消費せずに突進ができるようになるという代物で、まあ、つまりは無限に突進ができるようになるっていう頭のおかしいアドオンになりました。はい、無限に突進ができます。いきますよ。はい、よいしょー今ずっと突進してたの分かる？どこでしょう。待てー、まぶ、まぶしい。ね、分かるかな、トークンもう使わずにもう延々と突進できるから。あっ、くそ、朝向きや。よいしょー。あー、ぶつかれないぶつかれない。あっち行ってたね。よいしょー。はい、こんな感じでね、もうひたすらもう突進できると。で、ただもちろんずっと無限ってわけじゃなくて、突進攻撃が命中するとその無限効果が20秒間クールダウンになるという感じですね。だから攻撃外しちゃったり板壊しても無限は継続するんだけど、これをのこの攻撃を当てちゃうと、もうその無限の効果がなくなると。20秒間だけ。はい。ね、今当てたでしょ？こっから20秒間なくなると。はい。はい、オッケー。待てー。よいしょ。わ、吊るすか普通に。いくでしょ。で、無限に突進できるってことはね、無限にその突進ボーナス得るんじゃないかってね、思う人もいると思うんだけど、突進ボーナスは3回までとなってます。要はあのアドオンとかで突進するたびにね、なんか速度が上がるとか、そういった代物とかは3回まで。はい、OK、だ突進ボーナスは3回までだけど、突進自体は無限にできちゃうというウルトラレアダウン、ウルトラレアアドオンです。はい、アイコ入りましたね。いた。いいよ。はい、何回でもできますからね、突進。はい、オッケー。これならブライト苦手な人でも勝てるんじゃねえか。こんだけポンポンいければ。はい、オッケー。
でしょ。ねえ、とんでもないアードオンを生み出しちゃいましたけれども、そもそも今回PTB でね、ブライトに調整が入った理由が、まあ、強力すぎるアドオンを弱くするっていうのが、まあ、目的だったわけですよ。ね、なんか錬金術師の指輪とかさ、アドレナリンの小瓶とかね、非常に強力なアドオンをちょっと弱くするために、はい、今回調整が入ったんだけど、その結果、まあ、それらのパークはちょっと調整入ったんだけど、なぜかこのウルレアにも調整が入って、結果としてとんでもないバケモンアドオンが生み出されてしまったと。はいよー、そんな感じでございます。さすがにこのままこのまま実装ないと思うけどね。強力すぎたアドオンを弱くするための調整で、結果として今までより強いアドオンを生み出してしまっちゃってるから、さすがにこのままはないと思うけどな。巡回もお手の物だしね。はい、板壊しても、もう即。惜しい！よいしょー。はい。板壊しても、突進攻撃失敗しても、命中さえさせなければ、トークン無限なんで、そっから即再スタートでまた、突進可能っていう、なんか本当に、イカれたアドンですね。はい、てな感じでいかがだったでしょうか。今日はデッドバイデイライトのキラー側ブライトがバージョン 7.5.0 の PTB でウルレアに調整が入って、まあ、とんでもないぶっ壊れのウルレアが誕生してしまったということでね、はい、実際に使ってみましたけど、これ強いね。僕普段全然ブライト使わないから下手なんだけど、下手な俺でも、これ使えばキル取れるから、いや、よっぽどぶっ壊れてますね。まあ、ある意味、ウルレアっぽい性能だから正解ではあるんだろうけど、さっきも言ったけど、強すぎるアドオンを弱くするための調整が、なぜか、今までよりもとんでもなく強いものを生み出してしまったという、まあ、さすがデッドバイデイライトの運営だなっていうね。はい。あんまり運営さんキラー使ったことないんじゃないって今回の調整見て思いましたけどね、僕は。はい、皆さん的にはいかがだったでしょうか。そんな感じで、最後までご視聴ありがとうございました。バイビー。